はい、それでは、ルパン三世ということでバッチリ3入ってるので、この台にしました。ちょっと前から気になってはいたんですけど、こちらも打ったことはなくてですね、超絶初打ちになります。まあでも1箱弱ありますので、持ち玉がこれで当たりを引けると嬉しい。319で当てて、ルパンザショータイム83% 突入率、結構入る気がしちゃうけど、そっか、なんか小当たり込みで319とかそんな話でしたっけ。なんかそんなんだったつもりなかった。だから本当はもっと全然重いみたいな、319じゃなくて、それか投資します、それ込みでみたいな、なんじゃないかみたいなのを話しているのをちょっと聞いたことがあるような気が、わかんないですけどね。お、まあ足したことないんだろうな。なんか熱そう。赤、なんか、めっちゃ赤保留になってる。ちょっと待って、あ、落としちゃった継続、なんか急にちょっと入れますね。ちょうどなくなったんですけど、めっちゃ継続。赤保留は熱そうですよね。めっちゃ継続する。まだまだ、どんだけ継続する。じゃあ50、急に賑やかになった。最後の放流でやめようと思ってたのに。スペシャル、おお、おお、はい、キャラ SPSP か、の座の大臣当たってくれたら嬉しいけどな。あれ、なんか弱い。あ、超じゃないか、超強。一応赤いから強いと思いたい。いざ、はい、いざ参る。プッシュ、やった当たったおー、すごい風がすごい伸びるこれを押し込むんだ。あ、すごいこれはね、もうパチンコじゃなくてアトラクションですね当たりましたあ、風がすごいよ。でもめっちゃ興奮したなんか当たったあ、びっくり。すごい。はい、総投資2万500円ですね、今ね。で、これがね、最終決戦ボーナス当たりました。
はい、右打ちね。はい。とかここは出玉は全然ないのか。はい。スタンバイ。オッケー。オッケーですか？はい。バトルスタート。はい。これ止めていいんだよね。行くぜ。弱いかな、次元とかだと。おざかしい人間どもめ。あのは一発で。おうおう、風が吹いている。鉛が食いたきゃそういな。ダメ。一応突入率 83.4% なんだけどな。これもはい。持ちたくなっちゃう。ああ。これ大丈夫かな。私当てられるのかな。パーティーは終わりだ。あれもうチャージが全部なくなった。4回バトルのうちの1個が何もなかったことになったもん。大丈夫。え、弱そう。この右、あ、ラストチャンスは、あ、入ってないってこと。え、そんなことある。ああフルチャージになったけど、え、どういうこと。え、全然わからない、理解していない。すいません。最終決戦率発展で期待大、まあ、大丈夫なんじゃない。ようこそたどり着いた。決着つけようじゃねえか。もう目乾きそうなぐらい風吹いてます。なるほどね、時短か、そういうことね。右打ちね、まあ、ダメでしたということで。ただルパンザショータイムチャレンジ、あ、俺も演出成功しないと入らないのか。だから入ってくれたからよかった。ここでボーナス引けば入りますよということですね。普通に時短ですな。ラスト。おお、なになになに、びっくりした。うん、ファイナルチャンスがあるんだね。なんか動くと当たると思ってしまう。ええ、ええ、まあ、そうですよね。あ、もう高速消化されてる。はい、すいません。悲しい、せっかく当てたのに。巨人の星もルパンも、とりあえずこれも当てたのでやめようかな。今日はパチンコは当たるけど、全然軽く当たるけど、そこから伸びないっていうね。赤い字ボタンを押し続けると収納できます。
シュール。はい、以上です。こちらからは以上です。空いてるかな。あー、残念ながらヤスリーは空いておりません。吉宗スリーが空いてそう。吉宗行く。すごいです、お客さんの数が。うーん、こっからでも吉宗悩む。パチンコ行きます。もう今日初当たりは引けてるんで、どっかで波に乗れる、いいんじゃない。ゲンさんだしね、とライト行っちゃいます。ゲンさん、困った時のゲンさんだ。行きますよ。165回転からスタートです。まあ、ゲンさんはねもうまあまあ知っているので、やっぱ分からない台に座るとすごいてんやわんやしちゃうんで安心する。なんかやばい、飲まれちゃう。持ち玉がなくなりおった。追加投資か、しょうがないな。お、むむむむ、二毛量とか行きますかね。お、熱そうよ。いいですね。どうでしょう、どうでしょう。二か。二？あ、継続継続。お、いいよ。激アツでもいいんですよ。お、いいね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 。あー、これは当たって、これがいいかな。7回ダンブ行きましたね。これは熱いと思う、ライトだもの。まだ行きます。これがラッシュに入ってくれるかどうかですね。はい、白いの行けるかな。あー、もう全然チャンスパターンとかではない。お、残りすぎだな。ラスト、いや逆に一撃で400よくいったなっていう。そっか、まあ残念、まあ、白かったしね。まあ、でもこの調子で当てていけばダッシュ入ってくれるでしょう。まだ投資が2万6000円とかじゃないですか。全部で1回のラッシュでできなくもないと思うんですよ、ライトっても。だからあと1回だけ当たり引いてチャレンジしたい。残念な。分母の数字超えるってちょっと嫌ですよね。今150回転です。嫌な感じ。
か。こういった割には、あ、継続。はい。継続しとこ。段階まで来ましたよ。おお、タラマーハイト赤字。はい。これは頑張ってもらいたい。後半は8点敗だもんね。後半は行くか。ここでね、矛盾起きたらそれはそれで熱かったんですけどね。やられるわけにはいかねえ。クソだよ。だったらこいつらつかんでやるよ。こいこい、こっちの手加減なしだ。そっか、まずいまずい。微妙だな。あ、お、やった。当たった。よかった。投資に3万ジャストになっちゃいました。66回転です。ラッシュ入ってもらわんと困るな。よし、青か。どうかな。自信ない。でも2回目ですからね、行ってほしい。そっか。大友、待ってろよ。やんでいい。ライクのゲンさん。いけなくはないんだよな、ラッシュ入れられたらなんですけど。どうしたもんかね。どうしましょうね。入んない。あ、なに？あ、当たった。あ、当たって、当たってる。当たってるような気がする。ちょっと待って。すいません。これ。一番いい、一番いい保留が入って、優勝フラッシュ来てて、赤で、当たります。はい。びっくりした。全然入んないなと思った矢先のことだったんでドキッとしました。はい、燃えておる。発言演武お願いいただけます。Yeah!
くんないとな。今あるけど。はい。あ、死に来ないけど大丈夫。いや、そんなわけ。お、そんなわけない。じゃあここから復活だ。復活、ドックン、ドックンいきます。えっ、今日はパチンコ打っちゃいけない日な気がする。 KO 実戦終了です。お疲れ様でした。はい、ということで、本日はこちら宝島草加店パチンコ館スロット館さんにて、実践させていただきました。今日はもう朝一、やっぱり先に言い訳から入りますけど、朝一やっぱり人が多くてスロットが思うように取れなかったのと、あと無茶ぶりもあって思うようにスロットが座れなかったのと、パチンコは私が悪いかな結構。はい、ということで、まあ、スロットマジで本当にもうちょっとだけね、まあ、なんならあの1万円も余計だったしっていう感じもしますけど、本日は投資がなんと3万5500円も入れてしまいました。そして最後の最後で当てられず、マイナス1633枚の結果です。回収ゼロ。いや全然拍手じゃないですよ、やめてください。本当にパチンコがもうなんかもう最後の方もう何なんですかね、あれね、もう当たるでしょってやつが当たらなくて、もうあそこにいられなくなりました。もう恐怖。いやー悔しいなー。あの巨人の星だって、あパチンコね、巨人の星だってルパンだってね、319当たったじゃないですか。あれがねもう少し伸びてくれたらまた展開違ったかなと思うんですけど、今日はまあ何とも言えない苦い感じで、実戦終了となりまして、結構トータルやばいですよね。もうトータルのプラス枚数が、まあ、まだ余裕はあったけど今日でまあまあまたマイナスこさえてるので、セカンドシーズンがいつまで続くのかもちょっと自分はわからないんですけど、プラスで終われるのかどうか、その辺が若干雲行き怪しくなってきているので、次回はちょっとしっかりなんか勝てる無茶ぶりがいいな。はい、ということで次回はちょっとね最近マイナスが続いておりますので、プラスにできるように、そして無茶ぶりもしっかりクリアできるように頑張っていきたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。